どうでした？そうですか。やっぱりなかったんですか？ああ、ずいぶん遠くまで探したんだけど、真っ暗で何も見えねえんだよ。獣道にでも引っ張り込まれたんじゃねえかって乙部と話してたんだけど。引っ張り込まれたって誰にですか？いや、それはよくわかんねえけどさ。匠くんは絶対に生きてます。当然だろ。十和田さん、明日の朝になったらもう一度探しに行きますから。だから。おいおい、そうじゃねえだろ。その前に今日のうちに警察に知らせねえとまずいだろ。車はなくなるわ、携帯は壊されるわ、人はどんどん消えてくわ。この調子じゃ明日の朝まで俺たちだって生きていられるかどうかもわかんねえんだぜ。それはそうかもしれないですけど、でも とにかく今日中に警察に知らせよう。これはどう見たって異常事態なんだ。でも知らせることなんてできないですよね。いや、実は方法をさっき思いついたんだ。そんで一つお願いなんだけどさ、園崎さん、あんたの車ちょっと貸してくんねえかな。私のかい？ああ、あんたの車を借りて沖宮の警察に直接行って話してこようと思うんだよ。こんなところで一晩じっとしているよりはその方がずっといいと思うし。あるんだろ車。そんな着物姿でこんな山ん中を歩いてきたとは言わせねえぞ。龍之介さん、そういう聞き方は。なあ、あんたの車どの辺に止めたんだ？神社の前の道さ、石段の近くだよ。もっと村の方寄りだけどね。荒川さん、それってちょっとおかしくないですか？なんだよ乙部。さっきずいぶん歩きましたけど、車なんてどこにもなかったじゃないですか。そういや、人目につかないところに止めたのさ。波の人間じゃ気づかないようなところにね。Thank you.
なんだい？何かおかしなことでもあったかい？一つ聞いてもいいかな？どうぞ。あんた本当はどっから来たんだ？もしかして荒川は私が鬼だか幽霊だかじゃないかとでも思っているのかい？龍之介さん、どうしたんですか？なんだか思い詰めた顔をしてますけど。園崎さんの車、本当にあるのか？バカを言いでないよ。車じゃないとしたら私はどうやってここへ来たって言うんだい？着物を着て草履を履いて何キロもの山道をテクテク歩いてこんな廃村に来たとでも本気で思ってるのかい？わかったよ。車を取ってくりゃいいんだろ。え？園崎さん！ん？あんた、ちゃんとここへ戻ってくるよな？車取ってきたら、そのままいなくなっちまうってことはないよな？随分な疑われようだね。そんなに心配なら見張ってりゃいいだろ。なんなら、私と一緒に来るかい？私はここで待ってますよ。十和田さん、もう少しここで休んでいた方がいいと思いますから。ですよね。私はいいの、大丈夫。一緒にここにいましょう。ここで二人で龍之介さんたちが戻ってくるのを待ってますから。はい。そうだ。
早く決めてくれなきゃ夜が明けちまうよ。私は先に行くから、あんたたちは好きにしな。園崎さん、俺はここで待ってます。そうかい。乙部は？僕は僕もここに残ります。そうかい、それがいい。園崎さん、念のためだ。こいつを持っておきな。なんだよこれ、なんで拳銃なんか。用心のためさ、もしもの場合に備えてね。もしもってなんだよ。もしもってその時が来たらわかるよ。なんだよそれ。さあね、それを使う機会がないことを祈ってるよ。園崎さん、どうしてミオンさんがこんなものを。知るかよ。龍之介さん、やっぱり。いや、俺のじゃねえよ。預かり物なんだ。園崎さんの。どうしてこんなものを、園崎さんが。さあな。それで、園崎さんは？一人で車を取りに行った。そうですか。龍之介さん、大丈夫ですか？何が？いえ、大丈夫ならいいんですけど。本物ですか？ここでおもちゃを渡されてどうしろって言うんだ。ですよね。ミオンさん、どこまで行ったんでしょうね。さあな。
すぐ戻ってくるだろ。車探しに行っただけなんだしさ。どうして銃を荒川さんに預けたんでしょう。だからわかんねえよそんなこと。もしもの場合に備えてって言ってたけど。もしもの場合ってどんな時なんですか。俺に聞くなって。だからあの人はそれを教えてくれなかったの。どこへ行くんですか。トイレ。その銃で私と戦ってみな。命を落とすのはどっちかな。マジかよ。龍之介さん、どうしたんですか。もしかして荒川さん、お腹でも壊したんですか。バカ、そんなんじゃねえよ。大丈夫ですか。何が。どうやら本当にこいつを使うことになりそうだ。え、よくは見えなかったけど、外にはあと5、6人はいるみたいなんだ。それって本当に人間なんですか。どういう意味だよ。
僕たちを鬼隠しするために来た死者の霊だったら、銃なんかじゃ太刀打ちできないじゃないですか。バカ、そんなわけねえだろ。どうしてそう言い切れるんですか。ちゃんと見えなかったんでしょ。それだ、聞くけどな、だったらどうすんだよ。もしも霊なんかだったら、このままやられるしかねえって言いたいのか。そんなことは言ってないですけど。ひょっとして、私が見たのと同じかも。は？私さっき見たの。黒っぽい感じの人が何人かこの神社の近くに。だから怖くて、私なら決まりですね。私見てきます。龍之介さん、援護できますか。は？なんて、な。みゆきちゃん、その銃。説明は後です。行きましょう。みゆきちゃん、あんた一体何者なんだよ。貸してください。どうぞ。ああ。荒川さん、大丈夫ですか。なんですか。あなたも手伝っていい。僕は何を。乙部君は私がこの扉を開けたら、境内の明かりのスイッチを入れてください。あのスイッチのどれかだから、着くまで全部やってください。はい。右に3人、左に4人。あんた、一体。その話は後です。目の前のことに集中してください。龍之介さん、行きますよ。
龍之介さん、逃げてください。そこ危ないです。どうしようか。光源くらい読みやがれ。なんだよあいつら。死ねえ！なんだ？あんたは隠れてな。撃てば当たるとでも思ってんのかい？お会い肉だね。弾を撃つだけ無駄だよ。そう言っただろ。なんなんだよあの人。園崎さん危ない。遅いんだよ。みゆきちゃん、ち、やるねあんた。敵に褒められたって嬉しくなんかありませんよ。
そうか。大丈夫ですか？ああ。龍之介さんも服濡れてるんじゃないですか？拭いておかないと風邪ひきますよ。ああ、そうだよな。ね、びっくりしたでしょう。そうだよな。ああいうのって初めてだからさ。大丈夫ですか？平気平気。